浜ゴマレのロングセラー、蓋を開けたら木の香り、心が踊るよ、また会えた。ああ、崎陽軒のシウマイ弁当食べよう。まずはからしをちょんちょんと、さらに醤油をかけて、シグマイ逆さにからし直接舌に当てれば音の刺激、ビールが進むよ、列車も進む。ああ、崎陽軒のシグマイ弁当おいしい。鶏の唐揚げ、マグロの照り焼き、タケノコかまぼこ、卵焼き、ご飯が冷めてもうまいのよ。最後は甘酸っぱいあんずで締める。ああ、崎陽軒のシウマイ弁当のかまぼこと犬のシューマイ交換して、なんでやねん。売り切れてたら途方に暮れて、心に木枯らし吹きすさぶ。やったぞ今日はゲットできた、6個入りポケットシューマイも満腹と共に富士山見えてきた。ああ、崎陽軒のシウマイ弁当。